どうもこんにちは、風水アドバイザー資格を持つ観葉植物専門店グリーンスマイルの立花です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は、金運を爆上げする観葉植物風水のお話で、実は風水アドバイザーの私自身も家でずっとやってる手法です。それは、金運アップの観葉植物を2種組み合わせておいて相乗効果を生み出すやり方です。ちなみに我が家の金運を上げる観葉植物の組み合わせというのはパキラ×クワズイモです。なぜこの組み合わせが良いのか、また他にも良い組み合わせがあるので、それらをこの動画でご紹介させていただきます。ということで今回の動画を最後まで見てもらえれば、すごい相乗効果を生み出す最強の金運アップ観葉植物の組み合わせがよくわかります。動画の最後に風水観葉植物の教科書という e-book のプレゼントのお知らせもありますので、ぜひ最後までご覧ください。金運に関する風水観葉植物の動画は過去にアップしたことがあって、そちらでも少し触れたことがあるのですが、金運パワーの観葉植物の中にも違いがあります。それはお金を引き寄せるパワーの強いタイプと、お金を貯める貯蓄するパワーの強いタイプです。お金を引き寄せるパワーの強い観葉植物は商売繁盛とか昇給とか、あと倫理収入、ギャンブルなどの運気アップ効果が見込めて、これを攻めの金運アップとこの動画では呼ばせていただきます。そしてもう一方のお金を貯めるパワーの強い観葉植物は貯蓄運とか不動産運のアップ効果が見込めて、こちらは守りの金運アップとこの動画では呼ばせていただきます。それでそれぞれ違った金運パワーを持つ攻めの金運アップの観葉植物と守りの金運アップの観葉植物を組み合わせておくことで、金運が爆上がりする、そんな効果が生まれると言われています。ではどんな観葉植物が攻めの金運アップで、どの観葉植物が守りの金運アップなのかというと、まずは攻めの金運アップの観葉植物からお話しすると、その特徴は丸い葉っぱ、または小判型に長細くて丸みを帯びた葉っぱを持っていて、生育旺盛な性質で新芽が次々出て、さらに木が上へ上へと伸びるタイプの観葉植物たち。これがお金を引き寄せるパワーの強い攻めの金運アップの観葉植物の登場です。代表的な種類でいうとこちらです。パキラ、ガジュマル、ベンジャミン、カポック、シフレラ、ゴムの木、それぞれ一つずつ簡単に紹介させていただくと、まず一つ目パキラ、丸みを帯びた小判型の葉っぱを持っていて、成功性で春から夏にかけて次々新芽が出る攻めの金運アップ観葉植物の代表種です。お金を生む木とか商売繁盛の木などと紹介されることもあるくらいです。お手入れは水の上げすぎと光不足に気をつけて、真夏の直射日光を避ければ初心者さんでも比較的簡単です。二つ目はガジュマル。これも丸みを帯びた葉っぱがたくさん出てきて、生育旺盛で代表的な攻めの金運アップの観葉植物。別名をタコの木とも言って、縁起の良い観葉植物で贈り物などにも人気が高いです。見た目も個性的でファンの多い観葉植物。このガジュマルも比較的お手入れ簡単で、ある程度の明るさを確保して暖かい場所で育ててあげると手間いらずで育ちます。ただしガジュマルは育てている環境が合わないと葉っぱが落ちるので、葉っぱが落ち出した時は置き場所を変えたり吸水ペースを変えたりしてガジュマルに合う環境づくりをする必要があります。3つ目はベンジャミンです。ベンジャミンも成功性で、葉っぱが次々出てくる典型的な攻めの金運アップの観葉植物。見た目が可愛くて人気があります。ただし予定では初心者さんは手こずるかもしれません。ベンジャミンはゴムの木の仲間で、本来は性質が強いので環境さえあればお手入れがものすごく簡単なのですが、逆に環境が合わないと葉っぱを一気に落としてしまいます。乾燥したり逆に水が多すぎたり日照不足になったりなどが原因なので、葉っぱが落ち出すと先ほどのガジュマルと同じで早めに育て方や環境を見直す必要があります。ただベンジャミンに合う環境を見つけるのは初心者さんはやや難しいかもしれません。4つ目はカポックシフレラです。こちらも丸みを帯びた葉っぱがたくさんついて、生育旺盛で上へ上へ伸びる攻めの金運アップの観葉植物。
カポックや香港、また香港カポック、シェフリラなどの名前で流通している観葉植物で、丈夫で育てやすいことから最近人気で100円均一などでも見かけることもあります。日向でも半日陰でもよく育ち、室内から屋外まで場所を選ばず楽しめます。冬でも寒冷地以外なら屋外管理できるほど耐寒性もあります。5つ目はゴムの木です。ゴムの木といえば種類がとても豊富ですが、日本でよく流通しているインドゴムの木、アルテシマ、ウンベラータなど、それら品種はどれも成功性で丸みを帯びた葉を持ちます。インドゴムの木は分厚く光沢のある緑の葉っぱ、アルテシマは光沢あるカラフルな葉っぱ、ウンベラータは大きなハートの形の葉っぱと、それぞれ葉っぱが特徴的です。どの種類も攻めの金ワップの観葉植物です。と以上のパキラ、ガジュマル、ベンジャミン、カポック、シェフリラ、ゴムの木が代表的な攻めの金ワップの観葉植物です。で、それら攻めの金ワップの観葉植物と合わせておくことで、相乗効果が期待できる貯蓄運とか不動産運のアップの守りの金運アップの観葉植物の特徴は、葉っぱが大きく生育旺盛。代表的なものを4つご紹介すると、こちらです。モンステラ、オーガスタ、コワズイモ、リヘンバキアです。一つずつ簡単に紹介させていただくと、一つ目はモンステラ。可愛くてお手入れも比較的簡単なこともあって、大人気の観葉植物。ハートの大きな葉っぱが、貯蓄とか不動産アップの守りの金運アップのパワーを持ちます。モンステラを合わせて恋愛運アップや人間関係の運気アップ効果も持ちます。二つ目はオーガスタ。大きな葉っぱの観葉植物というと、このオーガスタを最初に頭に浮かべる方も多いかと思います。南国チックな観葉植物ですが、耐寒性もあって寒さにも結構強いです。丈夫で育てやすく、初心者さんにもおすすめです。三つ目はクワズイモ。クワズイモも大きな葉っぱが特徴的で、守りの金運アップの代表種。別名、出世芋と呼ばれるくらい成長スピードが速く、成功性です。お手入れは簡単ですが、水をあげすぎると芋の部分が腐ってしまうので、多湿には気をつける必要がありますが、明るく暖かい場所だと手間いらずで成長します。四つ目はリヘンバキア。これも大きな葉っぱが特徴的な、守りの金運アップの観葉植物。リヘンバキアは種類が多くて30種類ほどあると言われていますが、日本で多く流通している品種は3、4種類くらい。特に人気の品種はリヘンバキアトロピックスノーとリヘンバキアカミーラです。お手入れは比較的簡単ですが、強い日差しと多湿、冬の寒さには注意が必要です。と、以上の4種、モンステラ、オーガスタ、クワズイモ、リヘンバキアが守りの金運アップの観葉植物たちです。それで最初にご紹介した攻めの金運アップの観葉植物たち、パキラ、ガジュマル、ベンジャミン、カポックシェフリラ、ゴムの木などと、今ご紹介した守りの金運アップの観葉植物たち、モンステラ、オーガスタ、コワズイモ、リヘンバキアなど、それら攻めと守りを組み合わせるのが金運を爆上げする相乗効果を生む観葉植物の選び方となります。私は最初にご紹介した通り、パキラとコワズイモを組み合わせています。組み合わせはお好きなものの組み合わせで大丈夫です。最後にそれらの置き場所、置き方もお伝えすると、理想は攻めの金運アップの観葉植物は、実りや収穫を象徴する西の方角。守りの金運アップの観葉植物は、貯蓄運を司る北の方角です。この方角は家の中心から見てでも各お部屋で考えてもらっても問題ありません。ただし金運アップは観葉植物が元気に生育しないと効果もないので、方角よりもまずはそれぞれが元気に育つということを優先して置き場所を考えるようにしてください。と以上、私もずっと実践している金運アップの相乗効果の組み合わせ、ぜひ参考にしてみてください。最後にプレゼントのお知らせです。ただいま風水観葉植物の教科書という e-book を無料プレゼントさせてもらっています。もしご興味ありましたら概要欄をご覧ください。そちらでご案内しています。今日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。私は普段グリーンスマイルという観葉植物の通販ショップを運営したり、風水アドバイザーや心理カウンセラーとして雑誌やネットで情報を発信したり、オンライン相談を送ったり、そのような活動をしています。その経験を生かして
この YouTube チャンネルでは植物、風水、開運に関することなんかを発信しています。もしこんなテーマで話してほしいなどリクエストがあればご要望をコメント欄にお書きください。あと高評価ボタンとチャンネル登録が何よりの励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。